麻雀ファンの皆様、お待たせいたしました。土屋和彦です。モンド21麻雀プロリーグ0910シーズンの第2戦、第10回モンド21杯、今日から16回にわたってお送りしてまいります。ご存知のようにこのモンド杯は50歳以下アンダー50の男性プロによる大会となっております。最後まで白熱の闘牌にどうぞご期待ください。今大会のシステムは出場8名が各7戦を戦い、上位4名が決勝戦に駒を進めます。決勝戦は得点をリセットし、2戦で優勝者が決まります。優勝までは各自9戦の戦いが続きます。そして今回の出場プロです。まずはディフェンディングチャンピオン、第9回モンド21杯優勝の佐々木久人、そして前回は第2位でした藤崎聡、そして前回第4位で第2回王座の滝沢和典、そして未来戦士21杯以来となる斉藤勝久、テレビ対局初出場、第34期王位戦で滝沢の3連覇を阻止して優勝したダンプ大橋、同じく第34期王位戦で3位の山井博史、最高位戦リーグ A リーガーの石橋信弘、そして第7回野口賞受賞者吉田浩太の8名です。この8名が白熱の闘牌を繰り広げます。それでは早速今回の予選第1戦メンバーの紹介です。まずはこの人、今大会がテレビ対局は初登場です。第34期王位戦優勝、第25期の十段戦も決勝に残るなど実績は十分、その実力もウエイトもまさに超ヘビー級、ダンプ大橋。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なるほど、確かにダンプって感じなんですが、どういう経緯でこのニックネームがついたんですか？そうですね、とある時森山プロの方に、突然今日からお前はダンプだと言われまして、まあそれ以来ダンプでやらせていただいてます。森山さん、ちょっと僕ダンプっていうのはそんな風に思わなかったんですか？いやー、まあ美味しいですから、とても。そうですか、はい。テレビマッチ初登場ですが緊張感ありますか？いや、特にないです。普段通り、いつも通り打てればと思ってます。わかりました、大いに暴れちゃってください。はい、頑張ります。はい、それではお席にどうぞ。続きまして2人目です。未来戦士21杯で初出場、第2回王座決定戦でテレビ対局初優勝、次団体のタイトル戦王位戦を32期33期と連覇、これからの麻雀界を担うイケメン麻雀プロ、おなじみタッキーこと滝沢和典。最近の調子どうなんですか？調子はあまり平行線ですけど、ね、タッキーのこのテレビマッチはいいか悪いかどっちかっていうイメージありますね。あ、そうですね。ね、ただね、最初大体いいですよね。最後にこう垂れるっていうパターンが非常に多いので、はい、ただやっぱりポイントを持ってからこう消極的になるのがちょっと多かったなと、僕は自分で見返してそう思ったんで、その辺は気をつけようかなと。今大会はね、フレッシュな顔ぶれ4名も参加してますんで、ちょっとこう先輩格として意地も見せたいですよね。そうですね、今大橋君ね先に来たんで、僕ちょっと痩せて見えていいなるほど、はい。じゃあ先輩らしい麻雀期待しますよ。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、続きまして3人目、前回第9回大会で予選を安定した成績で決勝に駒を進め、決勝第1戦ではこれぞ藤崎流という打ち筋でトップを取りました。優勝に王手をかけましたが、第2戦佐々木にまくられ惜しくも優勝を逃しました。16期10段位グランプリ2005、日本オープン3回優勝など多くのタイトルを持つ、そして土田馬場両ベテランが抜けた後最年長となりました今大会、前回大会のリベンジに期待がかかります、藤崎聡ということでね、前回の悔しさがなんかちょっと思い出してきたんじゃないですか今。そうですね、ここに立つとなんかすっかり忘れてたんですけどもでしょうね、なんかメラメラきますね、ここに座ってる、はい、ここにね立つとね、はい、どんな風に今大会戦いたいというふうに思ってますか？そうですね、前回はなんてもね、優勝したのが高校の後輩で連盟の後輩ですからね、今期は頑張って、まあ相手より上に行ければいいかなと。そんな感じですか？はい、はい、宮城の先輩としてね。そうですね、はい、はい、もう今回もいろんな忍術を使って頑張っていきたいと思います。藤崎流期待しますよ。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして4人目はこの人です。モンド21にこの男は帰ってきました。ニューウェーブカップで初出場、連盟第4位決定戦では若手中心の B グループで準優勝、さらに最終決戦でも金子正輝に次いで準優勝、未来戦士21杯では決勝に残るも4位、
二冠の大器ご存知麻雀バカ一代斉藤勝久。いや本当にお久しぶりです。久しぶりです。元気にしてましたか？はい、最近は自然と触れ合って畑仕事や栗拾いに日々勤しんでます。まあ、イメージ通りといえばそうなんですが、はい、豪快な麻雀は相変わらずですか？まあ、以前に比べれば、うん、角が取れたというか、まあ、丸くなった気はするんですが、はい、麻雀プロになってもはや10年も過ぎましたので、ちょっと成長した自分を見ていただければなと思ってはいるんですが、我々としてはね、はい、やっぱりね、勝久らしいその破壊力、やっぱりバカ一代だっていうところにかなり期待してるんですけどね。そうですね、まあ、男気自然流っていうんですかね、まあ、そんな感じで、はい、極めていきたいと思ってますので。わかりました、はい、第一線から期待しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、という4名の対局、非常に楽しみな一戦ということになりますが、今回の放送席ナビゲーター解説はおなじみですね、理論派雀士の梶本拓則プロです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今回はですね、テレビマッチ初登場の4人が入って、これは興味津々ですよね。はい、そうなんですけどね、まあ、ちょっとベテランのね、何人かが卒業して、今回はシリーズはね、結構彼らにとっては試練のシリーズになるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり、ある程度ベテランがいて安心感があったところが、うん、今度は自分らで、まあ、世代交代じゃないですけど、切り開いていかなきゃいけないじゃないですか。麻雀の中身もみんなに見て楽しんでもらえるものができるかどうかっていうところをね、結構問われてるシリーズだと思う。特に前回名人戦面白かったんですよ。そうですね、上流も面白かった、だからこのシリーズはどうなんだっていうところは結構ね、僕も結構楽しみはしてるんですけど。なるほど、はい。そして今回予選第一戦、ゲスト解説は前回優勝者、ディフェンディングチャンピオンの佐々木久人プロです。どうぞこちらへ。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということでね、この後佐々木プロは第二戦からスタートで一緒に卓を囲むのがテレビマッチ初登場という3人、ねえ、まあ、ですからもうタイトルホルダーとしてこう受けて立つ側になってるわけですけど、どうですか？そうですね、1戦目のメンバーのコメント聞いて本当面白いですね、なんかこっちもテンション上がってきてます、はい、特にこの後ね、放送席でも説明をしてもらうと思いますけどもね、はい、ダンプ選手面白そうじゃないですか。面白いですね、相撲やらしたら誰も負けないそういうとこですか、はい。この一戦どの辺が面白そうですか？そうですね、まあ、特定の誰かに注目するというよりは初戦ですから、この大会をどういうふうに臨むのか、この4社が、それが楽しみですね。わかりました、はい、はい。さあ、それでは間もなく予選第一戦東杯の開始です。よろしくお願いします。0910シーズンの麻雀プロリーグ第10回モンド21杯予選第一戦スタートです。トンチャダンプ大橋、ナンチャ滝沢和則、シャーチャ藤崎聡、そしてペーチャ斉藤勝久です。トン一曲ドラはチーマンです。さあ、梶本プロ、はい、まずは注目トンチャのダンプ大橋、どんな麻雀を見せるんでしょうね。まあ、本人にちょっとインタビューしてみたところですね、飯田正人プロに近いみたいですね。ああ、そうですか。まあ、本人もしくは久人君なりね、そういった近しい人に、まあ、聞いたところですけど、まあ、飯田さんっぽい、割となんていうんですかね、スピードもあるし、まあ、上がりで打点を稼いでいく、なんか、まあ、コツコツ上がった打点を稼ぐタイプではないかなと。佐々木プロ、はい、そういったやっぱりこう面前で仕上げていくっていうイメージが強いですか？そうですね、まあ、軽い仕掛けがほとんどない、この間10段戦、次団体のタイトル戦あったんですけど、はい、決勝戦ちょっと見た感じだと、やっぱりどっしり構えるかなっていう。おー、ある程度見た目通りですね。そうですねしかしね、私もちょっとお話しして、失礼ながらダンププロにね、体重はいかほどなんですかというふうに聞いたら、まあ120キロはありますかねとね。でその後佐々木久人プロに佐々木プロは50キロ台でしょうねって言ったら、僕はちょっと半分以下かななんてね、話が出ましたけど、全くもう3倍近いですか3倍ですか、はい、滝沢手がいいですね、相当、ええ、
あとモンドのテリマッチ久々登場のねこれ斉藤も、手作りちょっと面白そうですよね。やっぱりね独特ですからね、うん、そのまあなんていうんですか人を引きつける麻雀という意味では、かなり期待していいと思うんですけどね、はい、さ久々なんでね錆びついてなきゃいいと思うんですけどね、あの麻雀そういうことあるんですかね年取ったなって思われない感じだといいんですけどまあ本人はね、口調ではああ言ってますけどね、うん、多分そんな変わってないと思うんですよね。あそうですか、だから楽しみですよね、うん、その麻雀の傍らいろいろと農作物を育てるのもちょっと好きなんだっていうあのコメントはね全然こうイメージと合わないなっていうねそんな感じしたんですけどなんか自然の人っぽいじゃないですかね。なるほどあ自然流ですね、はい、こちらは藤崎です。ダンプはここでまた手が進んでピンズ1面完成。これ藤崎ロース切ったんですね。なんでですかね。もうあの辺は全部切っちゃうなのか、まあ、ちゃんたけを見せたんじゃないですかね。あ結構強引にでもっていう感じかな。うん、あとまあ滝沢の手がまあまあいいじゃないですか。そこら辺はなんか反応してるんですかね。捨て牌そんな出てないですよね、うん、多分、うん、場をリードしてるような感じでもないですよね。なんか意味ありげに思えてしまうんですけど、まあ、藤崎プロはどっちかというと様子見るタイプじゃないですか最初は、はいうん、慎重にっていう感じだと思うんですけどね、うんうん、これは1日差の3色を見ながらね、うん、まだ、ダブとは切らないという感じで、これでもう十分手のいいジャンテンですね。はい、滝沢が手の高さも形も頭一つリードと。まあ、最近の滝沢はすごい出だしがいいというイメージありますね。あ、うん、そういうのって傾向として続いたりするんでしょうかね。そうですね、やっぱり力がだいぶついてきたんじゃないですかね。攻撃力がやっぱり最近すごく感じますよ、はい、テンパった、はい、ペンチーソー、まあでもこのペンチーソーが残るのは多分当然こう想定の範囲なんでしょうね。まあそうです、そういう風に受けてますからね、だからリーチいかなくてその次にシャンポン待ちになったりした時にどうするのかっていうところとか、あと、ね、まあ、いいピン切ってますけどいつの感じが出てきたらどうするのかとかまたあるんじゃないですか。あまりでもねドラもないですしね、はい、テンパイはしてますが出上がりは効かない格好藤崎。そうすると藤崎は、まあ、他の人からね、リーチという声がかかれば無理していくというほどでもないってことですね。ないと思います、うん、そういう構えですからね、うん、ドラを引いた。ここはこいつの難二度受けのウマンとかね残ってますけど、まあ、これはあの滝さんのところにあんこなんで、まあ、かなりは苦しいですよね。はい、まあ、ダンプも開局の上で結構狭く受けてますよね。そうですね、うん、この辺はやっぱりちょっと普段と違う感じですかね。うん、まあ、強引に3色っていうね親だからまして初戦なんで、うん、広く構えてもいいと思うんですけどね。スーソーが2枚あったところでトンあたり打つのかなと思ったんですけどね。うん、手配で、まあ、トンじゃないにしても、まあ、その後ですよね、まあ、少なからずプレッシャーがあるってことでしょうね。ですよね。あるんですか、うん、あこれで、静かな立ち上がりというか、いや本当静かな立ち上がりですね、まあ、ペンチーソーサクッと積もり上がってまずはトンパツ上がったのは藤崎です。滝沢がちょっと嫌でしょうね、うん、あのハイパイと手の進み方でね、うん、何もならなかったというのがね、ダンプもちょっとまだなんていうんですかね硬さがあるのかなっていうところで、うん、割と悪くないのは斉藤だと思います。お今のところ、はい、
トン2曲です。代わって親番は滝沢、ドラは9ピンです。やっぱりこれ両シャンテン系とか三シャンテン系を見ると大体その人の打ち筋って分かりますよね、うん、おまあ臆病であったりとか、まあ、うん、身長であったりとかもありますけど、うん、僕はどっちかというと強引ですから結構広く受けちゃうタイプなんですけどね、うん、割と自分から主導権を取りに行くタイプですよね。そうですね、うん、パッと見また滝沢あたりが手の格好が良さそうですね。こちらは斉藤のお手配、うん、それほどいいとは言えないか、うん、でも大物狙いですね。なるほど、大きな手を狙ってますね。こちらが親番の滝沢です。まあまあでしょうけど、実はネックが多くてそんなよ よくもないですよ。そうですか、うん、ドラムを9ピンでちょっとなんか使いづらい格好だしですしね。うん、滝沢の手配もとにかく椅子窒素がものすごくキーハイになってるんで、ええ、チートイツしちゃった方がいいくらいだと思うんですけど ねドラトイツです ね、うん、ドラドラになりました。まあここは目いっぱい構えるでしょうね滝沢は、うん、そして斉藤は国士狙いか。一応純ちゃん三色、あちゃんた三色と国士の両手っていう。ここで三元杯切っても良いぐらいだと思いますけどね。切らないんですね。リャンワン切るのはその飯田さんっぽくはないですね多分動いた。ニナキですか。そうですね。あ、そうですね。リューハをポンしました、はいはい、藤崎です。ということは国士はなくなったと。リャンマン切っちゃってますからね。そうですね、うん。こういうところですね。やっぱね、その序盤の構え方、うんうん、これでまあメンツをロスしてしまうような。うん、あと差し子の可能性とか残さないのかなっていう感じですよね。うん、例えばとりあえずはまあ仕掛けられたら、まあ、でも二投げですからね、チュンもなんか勢いというかそのまま切れそうですけどね。うん、そうですよね。あ、チュン出てるじゃないですか。うん、そうですね。もう藤崎の仕掛け、うん、おとなしくって感じでしょ、ね、感じでしょうね、へ。彼にとってやっぱり藤崎の大先輩に当たるわけですかね。そうですね、一応そういうことになると思いますけど遠慮して打ってるってことはないと思うんですけどね。うん、いや、なんていうのか、今までの彼の藤崎のイメージですか、見てちょっと怖いなっていうところは、はいはい、まあ、そういうところあるかもしれないですね。うん、点数は安いだろうけど、まあ、形がそんなに悪くないだろうっていう感じですね、きっと。まあ、ダンプは、年齢は27歳なんですが、あの年で、まあそのタイトル戦とかでの活躍っていうのはかなりこう連盟の中でも目立ってる方なんですか。そうですね、中段戦もこの間決勝残りましたし、まあ、王位戦は、ね、うん、取りましたけど去年。やっぱ2回目ですよね、1個取ってその次 がやっぱり進化問われるところじゃないですか、うん、一番初めは新人王を取ってんのかな確か。そうですか、うん、じゃあやっぱり目立った存在なんですね。そうですね、うん、それなりの連盟の中では、連盟やっぱり人が多いですから、うん、ライバル多いですから、その中でのし上がっていくのはやっぱ大変なんですよね、うん、人柄もねすごく親しみやすくて。そうですね、これは森山プロもかなりこういじりがいがあるかなっていうね。この勘違いはまだあるんですかね。場に1枚切れてますよね。うん、なら十分ありますね、はい、うん。2枚残ってんじゃないですかね。お、でもダンプもいいシャンテン。うん、テンパイ取れなかったですか今。ペン勘違いそう。あ、そうですね。うん、
トーンを打つほどではないと。そうですね。それはどうなんですか。佐々木プロだったらテンパイ取ってます。テンパイ取ったでしょうね。うん、やめましたよもう。乱走とかないってことか。いやでもまだ見た目はありますけどね。まあ、やっぱり切ってみてその後の対応を考えるっていうかね、トーンを切ってみて、例えば泣かれたらどうしようとか、うん、あんまり上がりになることまでは想定してないと思うんですけどね、トーンで。うーん、キーマンが出ましたね。ここは流派のみの先点。これね、ランピン仕掛けなかったんですね。ドラドラでちゃんと3色だから、まあ、結構踏み込んでいける。そうですよね、形ではあると思うんですよね、斎藤の場合は。うんうんうん、まさかのしばらく見ないうちにちょっとこう守備型になってるとか、そういうことは。いやいや、そんなことない。守備型だったらチーワも切らないですから。そうですね、もう多分もうテンパイ入ってるからやめてると思うんですけど、もっと攻撃型なのかなと。まさかの面前で仕上げる気かと、この遅い順目でっていう。まあトーンちょっとね、トーンとかやっぱり踏み込みづらいと思いますけどね。はい、やっぱまだ場が進んで、トン3局、ドラはシャーです。親番は藤崎。なんか点数は少安いですけどね、うん、これあのー、まあ押し合いしてるようなイメージありますよね、らしいですか藤崎。そうですね、軽い上がりでこうペースを掴んでいくというか、あの佐々木プロなんかはね、やっぱ先手でリーチ打って、なんかそこからこう自分の展開へっていうのが一つ勝ちパターンになりますか。そうですね、はいはい、やっぱり最初のリーチで結構気合い入りますからね。お、うん、上がれるか上がれないか結構大事だと思いますけど、自 分、 で、はい、自分にとっては。うん、斎藤まあまあいいですけどね、レアパスがどうなるかっていうところじゃないですかね。でもまだ全然顔見せてない。あ、でもランソーも3枚見えてるのか。へえ、こういう3品を切るわけですか。チートイツですかね。ということはドラは打たない構えでしょうから。こちらはファンパイ、トイツ、滝沢。白を残します。藤崎です。おー、いいとこ引いた。嘘が入った。いいシャンテンですね。そしてこちらはダンプ。このペンチャンを払わないんですかね。うん、ちゃんだけ 1,2,3,3 色は見てるんでしょうけど、まあ、パーピンあたり切っていいと思うんですよね。やっぱちょっと硬い感じがしますね、うん、あのここ何局か多分まだ。あ、悔しそうにテンパイ。この人テンパイ取らないまであるんだよな、こういうの。取った。さすがに取って、黙てん。お、ペン3層入った。テンパイで一手代わりですか。そうそう、ね、3色なるか、あのリュウハトのシャンポンになったらリッチってとこでしょうね。A、あ、これでリッチいきますかね。そうですね、うん、リャンパーソーチーソー1回ぐらいのリッチ。なるほど。ここは力強くリーチ打ちました、斉藤勝久。やっぱり斎藤迫力、迫力というか雰囲気がありますね。いやでもプロ雀士雰囲気大事ですよね。なんかね、あの構えでやられたら結構嫌なんですよね。なんていうんですかね、僕彼とはあの、うん、モンドで何回かやってるんですけど、ことごとく負けてるんですよ。そうですか。勝ったことないっていうか、なんでね、やっぱそういうトラウマがあるのかもしれないですね。プロのリーグ戦では何回も当たってるんで、うん、その成績は悪くないんですけど、モンドではね、一回も勝ったこと、一回もってことはあれないですけど、ことごとくいいところでやられてるというかです。お、
それは例えばこういうリーチをスコーンとこう積もられるイメージとかそういうのもあるんですか？いや、こういうリーチはあんまり怖くないんです。あ、そうですか。いや、こういうリーチとかこういう手で上がられる分には全然怖くないんですけど、うん、時々変なタイミングでスワンコとかねやりそれはまた裏ドラは今白だったですね、うん、700-1300、はい、700-1300の上がり、うん、これでトンラスになりますからね。なかなか静かにこう、ね、軽く流れてますね、はい、対局が進んでいますがどうなんでしょう。まあ、こういうのはね一番藤崎さんが得意とするね展開ですよね。うん、例えばね久里プロはね、その対局のメンバーの中に藤崎みたいなタイプがいるから今日はこうしようみたいな、相手によってある程度打ち方を変えるってことはあるんですか？ないですね。ないですか、はい、でもそれをやる人もいますか？いますね。あ、あんまり気にしてもいいことないと思うんで僕は。なるほどね、相手に麻雀打たされるのって嫌ですもんね。そうですよね。自分が相手をなんていうんですかね、ミスリードさせるような感じの方が全然いいですもんね、でもね、久里プロと対戦するプロたちがね、はいはい、また久里がもうリーチできたと、うんざりだぜみたいな話はよく聞きますけどね。こっちはしめしめなんです。そうなんですよね、それはもうねこっちが受けて対応してるってことですからね。そうなんですよ。いや、芸風はみんなやりたいと思いますよ。なかなか徹底できないけど。本当ですよ。両腕落としがね、なんか藤崎らしいな。斉藤、今度はチートイが本戦でしょうか。そしてダンプもこれ統一が目立ちますね。手が落ちてきましたね。そうですか。うん、驚きますね。アンコドラのイーストをリリースしました藤崎です。こちらは急走がアンコ、こっちも3アンコ見るでしょうね当然、何から打つのかな、3ピンから打ちそうな感じだったな。確かに3ピン以外にも選択肢ありますか？まあサブロそうですね。そう切って、それが一番広いことは広いんですけど、ソースがね横に伸びた時に多分どっちかのどっかの統一落としが入るような感じなんですよね。これ多分三層剣法かな、ね、そうですね、チートイツのイシャンテンでもありますからね、何かを考えてるんだろうか。ダンプはなんちゃ一応トンナンが効いてるんですね、はい、本一、ね、そうですね、本一行きたいところですけど、藤崎からいつリーチがかかるのかっていう感じですけど、おでもこっちもつもり3個5組の2勝になりましたね、手悪いなと思ったのに、統一あんこばといったところでしょうか。むしろ滝沢の方が全然伸びないですね、はい、さあ斉藤持ってきたなチューン、チートイスにするかな。ドラのイーソーどうする滝沢。もう7巡目でこの形だとやる気なくなりますよね、はあ、僕なんかはもうちょっといいかなっていう感じで、さあどうする、テンパイをどう取るか、まあ、一応普通に取りましたね、はい、パーピン打つかなと思ったんですけどね。そうですね、パーピン打つのっても面白いというかね、メンタン金一平行の可能性だとか、はい、まあ、どっちにしろチーズを引いたらね、三面ちゃんでリーチだし、こいついかなかったですね、ダンプ。ああそうですね、スースを打ってきますか、これだ、お、まあ、狙いの一つですよね。なるほどね、6球走チーズを斉藤がいっぱい持ってるんですよね、これ。だから球走がないんですよすでに、うん、表示範囲に1枚あるんで、で老僧は斉藤が2枚と滝沢が1枚で場にはないのかな。じゃああと1枚だ、数層から押したんですね。すごいな斉藤さん。普通切らないんじゃないですか数層って、切るもんないのか。
だったら9便でいいじゃんっていう感じですけどね。すごい。ここは勝負と勝負というか他にないんだからしょうがねえだろうと。推しは迫力ありますね。どうですか。あれ他の人から見るとそんなに斎藤もいい手が入ってるのかっていうふうに見えるわけでしょ。見えるでしょこれは。で誰かがあの罠のような地層を打っちゃうんですよ。来た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 ぞ。いやこれ最後の老僧とか持ってくんのかな。すごい馬力ですね。ここまでは、ここまではびっくりしました。ここまでは全盛ですよ。まあこれもね、持ち味というところを見せている斉藤です。さあ滝沢切るものはあるのか。真ん中のウーマン切っていきます。地層がまだ残ってるんですね。これまあロウソウどうだ。三ピン。なんかいちいち面白いですね。さあどうするどうする。ピンチピン。あでもここは斉藤さんもすごいですね。圧力に押されてますね。あなるほどね。押し切られてますよ。ムードで押し切る。あ9ピンかけないのか。さてこれローソーが1枚あるんですよねまだ。でローピンが藤崎ともちもちで、で三万は、もう二枚とも生きてる、うん。どうだ。これありますよ。来た。さあ来た。ありますよありますよ。これでリーチだ。ほら変なところが来たでしょ。ねえ本当に数万個だ。最後のローソーありますよまだ。ローピンローソー。いやこれはすごい。これすごいですね。で本当だったらローソー打ってる人もいると思うんですよね。最初一発目に数層、あ一発目ですよね。一発目一発目。数層からさあどうだ、いるのか斉藤勝久。リャンピン。ドキドキするな本当に、この手つき。これを上がればまさに麻雀バカ一台。どうだと言わんばかりのその剛腕見せつけることができます。僕デビュー戦あーなかったなかったか。僕でデビュー戦の時にこの人にあのスナンコやられてるんですよね。やられましたか。名本のスナンコすごいですね。また派手ですね。なんだこの人はと思いましたけど、今回残念でしたね。さああとじゃあチーソー。あースナンコないんですか。もうもうないんですよね。ローピンがあのもちもちでローソーも滝沢とここに、ね、ちょっと残念ですね。残念ですか。いやこの打牌はすごいからなやっぱり。あ掴んだ。ほっとしましたね藤崎プロ。あ裏ドラが乗りましたね。リーチ単葉ドラ一つ。でも見応えありましたね。いや本当に、なんで数層から切れるんだろう。キューピンでいいじゃんと思いますよね。いやもうねどうせ後になったら切るだろうというふうなね思いがあったのかどうか。まあですから梶本プロね、斉藤にとってはこういう補充はそんなにダメージにはなってないと見ていいんですか。そうですね、あの気分的には全然ノーダメージでしょう ね。あノーダメージって変ですね、まあ、一番上がれるのがベストなんで、はい、そういった意味では残念という感じはあるんですけど、まあ散って悔いなしってところじゃないですか。そうでしょうね、はい、いや安心しましたよ。変わってないなと。あそうですか、はい、僕は安心しました。さあ難波に入りました。再び親番回ってきたダンプ大橋チートイズの2シャンテン、ここはね親番でなんとか見せ場を期待したいところ。まあ点差はそんなについてないんでね、はい、一上がりで届く距離にはいるんですけどね。うーんあーテンパった。まあちょっと日はいい街を残す前にテンパっちゃいましたね、なるほどね。これ待ち頃の牌が来れば次あたりリーチは十分考えられますか。待ち頃の牌ってもうピンズぐらいしかないですよ。そうですか。捨て合いがね、こんなんどうですか。
こんなのが出ないんですよ。このレコードでリーチかけちゃうと。そうですか。で後で白を切ってもまたね、うん、あのいい街ってないんですよ。まあまあ。あ、これ出た。2400。まあでもリーチ打つ手もあると思うんですけどね。あえて。順目が早いですからやっぱり。どうせ、ね、そう現物も少ないじゃないですか。やっぱ自販に頼ることになってしまうじゃないですか。はい、うん、もうバレバレでっていうか。そうですね、うん、まあ、藤崎プロの手から結構打つの難しいですよね。リーチが入っても何を切っていくのかっていうね。まあおやりだしね、いくら、うん、まあ例えばピンズの無筋の方が通りやすそうだとは分かってても切りづらいもんですよね、うんうん。まあ、しかしここで初上がりをものにしましたダンプ大橋。広くなりました。はい、仕掛けにくいウーパー層が薄い。うん、どうだ白です。あ、もうローソーチースは出てるんだ。1枚ずつ。そうですね、意外とみんな足踏みして滝沢だけなんかしっくりきてる感じですね。おツモが。滝沢でもこれ最後ペンチーソー残ったらどうするんですか。いや、ここでまずパーソカ消す切るような気がしますけどね。そうですか、切らないんだ。上の方がいいと見てるの想図の。うん、ここでほぐします。あ、ちょっと嫌気がさして、と思いますよ今藤崎は。ダンプもつまんないパイプ。ダンプもやっと堂々といける感じになってきたのに。玉天、はい、3個の変化待ち、3個イベコの変化待ち。ただどうするんですかねこれ。スーソー打たれてリーチいくかな。これでどうかな。またなんだか肩も引いてきた。ウーピンはつもぎります。まあ闇手に構えてる以上なんか考えはありますよね必ず。そうですね、だから自分がどの変化を見てるか一番なんかいい牌があるんでしょう。自分の求めるいい牌というんですかね。あ、それって一つの勘みたいなところですか。そうですね、まあローソーかチーソーか、まああんまり変化ないですもんね。3個も結構厳しいし、まあ、ただこの酸素素素ではっていうところはあるんでしょうね、うん、へー。さあ差し子含みのイーシャンテン、うん、そしてこちらはまだ手が進まずダンプ。滝沢持ってきたのはイソシャンポに受けるのかな。イソ1枚切れですもんね。お、シャンポに受けた、うん、そしてリーチ3個イソ3層。藤崎はどっちも1枚ずつ切ってる。3層が1枚手の内に入ってますからね。イソが1枚だけか。そうですね、はい、さあ先にリーチ打たれて斉藤どうする。うん、ションパイの白だ。ションパイの白から打ってきました。おっとダンプはいいそう。これは切れずってことは順からになっちゃいましたね。そうですね。あ、なるほど。そうです、ほうほうほう。で斉藤はもうやる気満々でしょうねこの形だと。へえ、リアンソースイスからね。うん、藤崎はその斉藤の白切りを見て、うん、まあリーチかかるだろうと。そのうちっていうか、まあもう何十もないですけど、まあ、それで ね、一応両方の安牌ということで、うん、さあ深い順目に入ってきてますが斉藤。サブローはもう薄いですしね、ちょっときついかな、うん、斉藤もやはりね、うん、サブロー順からですか。 あと1枚あるのかな。ローマンがー
いやダンプがね、先手取って押し切りそうでしたけどね、この曲は、はい、スタート見てると、結構テンポ入って、あ、テンポ入りましたね、とりあえず、ほう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 、変算数から点カン、これじゃあ全員ないですか、はい、シンドラはパーピンになりました。親だけはつなげましたね、本当ですね、親もだいやばいかなと思ってたんですけど、いやなんとかテンパイまではこぎつけました。ダンプ2人テンパイです。何一曲変わりません。親番はこのダンプ大橋です。ドラは数万、今度はどうでしょう。まあ悪くはないけどっていうところですよね、この先の積も次第っていうところですか。まだこの滝沢ぐらいの感じだったらまだマシかなって思いますけど、まあでも他がそうでもないのかな。あでもここまあまあ、斉藤、まあまあですね、うん、今のリアンピンでピンズで一面つる、これもでもいいですよ、馬なんかね、うん、ドラに使える形になって、滝沢ドラドラ、はい、そしてパーソーがアンコになったのが藤崎です、うん、まあいいでしょうね、このパーピン切りなんだ、へえ。あら狭く受けてますね斉藤が、何か考えてるのかな。斉藤さんってああいうチューンは仕掛けるんですかね、タイプ的には。ね、1枚目からいやあんまり、あ直前に何があるか結構大事だったりしますよ、そのこの前の曲で嫌な上がりをされてその人の親だとかだったらなんか無理やり蹴りに行くような動きは見せますけどね、そういう雰囲気流れをある程度重視するタイプなんですね。そうなんですけど、僕の知ってる斉藤勝久はもう5年ぐらい経ってますからね、随分経ってますねそれで変わってるかもしれない、ね、まあ、さっきのスワンコのテンパイとかあの行きっぷりを見てると、うん、変わってないような気がするんでね、あの いい意味でですよ、いい意味で変わってないと思うんで、どうなんですかね、まあ、対局前のコメントでもね、大人になった僕を見てくださいとこんな風に言ってました、うん、まあ、まとまってきてもチューン出ますけど、ポンテンでしょ、ね、ポンの声がかかりました。斉藤これでテンパイが入ります。一寸相待ち、これはすんなりと決まりそうですね。枚数はまだあるとは思うんですけどね、はい、その直前の山にいるかどうかですよね。うん、調子悪い人の上がりパイは深いですからね、長引くとリーチかかった瞬間にもう嫌になりますよね、安くて上がれなくて、はあ、こんなに少そう、もう 2,3 巡で決着つけたいですけどね、ほら滝沢がいいシャンテン、しかし滝沢もお、ここはチーピン、藤崎も役なしのいいシャンテンですからね、位置するかどうかは別にして、滝沢も流派は仕掛けるでしょうね、1枚目からこれは仕掛けるでしょうね、なんか簡単に出そうなんですけど、藤崎プロとダンプが1枚ずつ持ってるんですかね。あ、これで出るかな、流派どうだろう、流派切らない、斉藤が仕掛けてんのはチュンで白が1枚切られてるだけか、一応三原薬もちょっと経過してるんですかね。うん、そうですね、一泣きっていうのをどう捉えるか、うん、
あもう僕だとこの辺こうもう怖くてしょうがないですよ。この椅子袖でこんなに上がれないんじゃ。そうですそうです。時間かかってでリーチかかってギャーってなるんですよ。リーチ打ちますよねこれ。打つかな。ただ、うん、ポロリオとドラのシャンポン。これポロリで狙ってると出る可能性ありますからね。リーチだとちょっと分かんないですけど。なるほど。うん、ああこれは厳しいダンプ、イーソーが出る。よかったですね。ホット。まあ安い方と。うん、滝沢がリーチだと出ない可能性もあるんですけど。ねえ。いやーここは斉藤勝久小さく上がりました。あれでもドラとのリュウハのシャンプンだと確かに生テンした方がいいかな。ドラとどうせ出ないんだし。あんまり出上がれないっていうことは考えなくてもいいじゃないですか。まあそれを久里に聞くのはちょっとあれか。もう僕はリーチですね。そっか。そうだもんな。もう弱気に打つってしょうがないな。やっぱり。なるほど。難2局に入ります。トップは依然として藤崎。その後がまあダンプ28,100点。斉藤が上がったんでね、もう全員がねまた。2万点の圏内に。そうですね、誰が果たして大きく抜け出すのか、それともこのままオーラスまで向かうのか。親番は滝沢です。ドラはパーソー。ダブラン統一ですか。そうですね、お、うん、汎用に持ってきたいですねダンプは。あーなるほど、うん、チートイツよりはね、うん、仕掛けられた方がいいような気がしますけどね。うん、チュンがあんこになってる斉藤勝久。これドラがパーソーです。そうです。あー、はい、そうか。そじゃあ汎用の方に持ってきましたねやっぱりね、これ滝沢ドラのパーソーを引いた後はペン3ピンですか。はい、まあいいシャンテンですけど実質はレアシャンテンみたいな感じですね。うん、残った形がそんなに良くないし。なるほど、まあ当然っちゃ当然なんですけどこのイーソー投手はやっぱりあの参考にしてほしいですよね。あの一般の人もね、統一のパイってやっぱり残しちゃう人多いじゃないですか、うん、なんとなくで、はい、でもやっぱ定役を考えて、ね、ドラを2枚生かすんだったらっていう、うん、どの道かっていうのを考えたらやっぱり、出てくると思うんですよ。おテンパイに向かうのか上がりに向かうのかって全然違いますからね。そうですね。なるほどね。これも嫌だけど仕方ないのかな。リーチかな。ここはリーチ打ちました。滝沢カンチーマンです。パーマ打ったんだ前順。3色狙ってたんですかね。一応そうだと思いますよ。ロマン引いてまあっていうその。どっちでも大した形じゃないですもんね。まあペットのシャンプーはまだいいのかな。ああ G1 ちょっとなくなっていくでしょうかね。ザクザクと。この時点でもうあと1枚ですか。はい。おゴロチ。ただこれ出る可能性ありますね。あーなるほどね。この後手が進むとローマンが入んないから、うん、出ないのかチーマンは。はははは。あでもチーソヒトはカンローマンに受けますもん ね。やっぱチーマン出ますね。ドラは1枚生きてますかねまだ。そうですね、ドラなり、うん、ドラを泣けるもしくはアンコにすれば、うん、5万切らなかったですねダンプが。両方現物だったんですけどね。おーバーワン。んああこれでダンプがチーしますよ。うん、3球からなるほどね。
裏ドラは何でしょうか。ローソー乗りました。なんでローマンが出た。まあでもチュンでもいいですよね、あんこで。そうです降りるならね、はい。斉藤がローマン、それをダンプがチー、そして宝珠につながりました。ってことはまだやっぱあれ前に出てるからこその上がりが生まれたわけですね、やっぱ恐ろしいわ。うん、滝沢親番で上がりました。レンチャンです。ドラはチーピン。さあ、お、今度もなんとなく純ちゃん三色って感じですか。そうですね、狙うでしょうね。なんかあんまり状態良くないなと思ったらもうすでにトップに立ったんですよね、今の流れで。そうですね。おお。うダンプはこれ厳しいですね。総図一メンツできてますが、その後の形はどうでしょう。まあまあ、そのなんていうんですかね、他の人と比較してみるとそんなには悪くないんですけど、はい、なんかちょっとうまくいかなさそうなイメージはありますよね、ちょっと急走重なりました。お、これはピンズの本一狙い。三層の統一落とし。めちゃめちゃいいつもじゃないですか、今のチーピン。ねえ、ドラの二度受けの。行きましたね。僕もそれぐらいの方がいいと思いますよ。あ、そうですか、ね、それぐらいの方がいいと思います。いいところが入ったチーピン、一歩前進滝沢です。純ちゃん三色取られちゃうと食っても満貫ですからね、なんかうまく人泣きで天杯入る形まで自力で仕上げたいですよね。うん、ここで1万2000点が入ると大きな決め手になりそう。面ピンドラ1になりそうですね。まあリーチドラ1かも。これ藤崎はダムなんですね、こいつ。どうするんですかね、ウーピンとか切るんですかね。三ピンか。はー、一番強いですもんね、イスピンがね。へー、あれ流派とか切らないんですか。ベタに攻めていっても多分ね、結局最終的に相手に待ちばらすようなもんなんでね。そうですか、まあ、それでもいいっちゃいいんですけど、うん、やっぱりあそこの三ピン先打ちだと将来的にポンテンが入った時にイスピン結構期待できますよね。ほう、なるほど。ちょっと本一じゃない風にもありますしね、うん、ほうほうほう、国者のかなというふうに。そのあたりが忍術ですかね。そうですね、匂い消しの術ね。匂い消しの術いい術持ってますよね。消臭剤みたいな本当にシュッとね、まあ結局バレるんですけどね。そうそうそう、いずれは。そうそうそう、いずれはね。でも一杯キーパー泣けるか泣けないかって大きいじゃないですか。はい、本日はお膳立てが大事なんで、うん、なるほど、はい、やっぱりなんていうんですかね、ここさえ泣ければっていうところまでは自力で何とかね、うん、したいんですよ、うん。さあこれで泣けた。ちゃんだかなって思うんじゃないですかね。ちゃんと、まあ、まあ一応本一も視野には入ってるかもしれないですけどね。うん、でも三品がやっぱ効いてますよ。捨て牌にある。ははは。まあ高いことだけは間違いないっていう感じですね。なんかこの人も実際ドラの超いいシャンテンなんですね。そうなんですよ。見逃れたのかな。
キザーがなかなか進まなくなりましたね。そうですね、うん、まあ9万は斎藤ともちまちですしね。はい、まあ、あとその周りも結構切られてるんじゃないですか。なかなか引けない格好になってますよね。ローマン切ります。ダンプサブローピンもドラヒョンの筋ですしね。うーん、ちょっとまだでも残ってるかもしれないですけど、苦しいことは苦しいですね。お天敗ドラタンキーリーチいきますよ。うーん、ドラタンキー1枚残ってるんですかね。いや、そうですよ ね、 そうですね、1枚残ってる。滝さんも嫌気がさしたかな。そうですね、うん、親番ですがここは厳しい。一応流派を切って、ええ、流派はねあの2枚切れてますから。まあ、ちょっと対抗藤崎はできますけど、しないかもしれない、しない可能性が結構高いような気がするんですよね。あ、そうですか。ここはあえて喧嘩せずか。パーピン切りやすいかな、まだ。うーん、まあどちらにしても変則的ですから難しいんですけどね、打牌はね。このソーズ2枚切らない。まあ上がりは厳しいですけど、そのノーテンバップでね差をつけられないようにさあ、まあ滝沢にくっついていく感じで藤崎行きたいですから。はい、ね、これも現物のピンで。またやりますよ。5万。さあチーピン引けるのか斉藤。これはツモはもう一回ですか。相手があるんですか。うん、相手ありますね。あ、そうですね、いるんじゃないですか。まあいるのはいるんですけどね、背底にいるかどうか。どうだ。分かんないですけど。さあ斉藤勝久背底。引いたみたいですね。強く乗せましたがイーマンでした。上がれず。一緒にやった時は脅しに乗らないようにしないなるほどここは滝沢親流れになりました。従いまして南三局へと対局は進みます。親番は藤崎。さあ順位の方は滝沢和則トップ31,200点、その後は27,100点で藤崎が続いています。こちらが藤崎のハイパイです。さらに斉藤。ダンプはトンガ、トイツ、そしてピンズで一メンツ、チーソーもトイツとなっています。斉藤スーピン2枚持っててドラドラなんですが、そんなに形がいいとは言えませんか。まあでも打牌で脅してくんじゃないですか。悪くないですけどね。まあこの 2,3順のツモだと思いますよ。はい、両面スッと引けるかどうかで分かりますけどね、ええ、なんか自分のペースに持ち込んできてるところはありますよね。おー、しかし滝沢も今回いつもは良さそう。お、
やっぱ数値ピンの部分スッと形お、ダンプダンプも進む、伸びてますね。ねえ、イーシャンテン、それはもうイーシャンテン、ええ、おお、これもいいか、ペンチーピンだ、いいとこばっかりで、いつも連鎖、ええ、残さないんだ。もっとベタで攻めるかなと思ったんですけどね。中央天杯トーンが1枚切れてますけど、ピン図が変化した瞬間にリーチでしょうね。そうですね、なるほど。さあ追いついてくる藤崎、そしてこちらは斉藤です。持ってきたのはマンズ、難しいですよね、うん、トーン打つ手もありますね今ね、お、うん、単葉にだと思っちゃうとドラ引いた時に即リーチが打てないんですよね、うん、その辺がちょっとネックかなと。なくっつきパイ残しておいてね、あの高く持っていく手はあると思いますよ、特に休めですしね、はい、ええ、トンがないとゴロチの3色とかも作る余裕もできますし、うん、あとは今のね天杯の形からの変化ともその辺のバランスですけどね、ええ、これでトン切るかな。うん、切ったのはピンズの方です。まだ早いのか、この人斉藤のジャン、ええ、マージャンって、ええ、あのイメージがですよ、あのお笑い の、うん、あのオードリーの春日さんっぽいんですよ、あのマージャンの打牌が、打牌っていうかその手の進め方が、ね、のっしのっし胸を張って堂々と進んでるっていう、分かる、すげえ迫力だこの手にしゃって、切れそうですけどね。まあただ確実安牌ではないので、さあテンパった、ここも勝負だ、スチソウ、スチソウただ薄い、スーソウがでも2枚か3枚か、裾を3枚だけですけどね、さあどうする斉藤、きたメンタンピンイペコリッチ、サブロッソ、いやサブロッソもいっぱいはないですね、3層が1枚とローソが5層が2枚、これは問題がある、ローソ3枚か、いや2枚だな、滝沢も死にですね、でもこれ降りるできるんですか、この1、2乗、まあ、3匹切れば3匹は、うん、切れますけどね、もうギブでしょう、もうこの1で増えますよ、3人リーチを受けて、あすごい、これは面白い、さあどうだ、土ピンも流派、土ピンもいますよね、同じくらいの枚数なのかな、あ掴んだ、ドラだ、これがダンプに当たります、リーチドラ1、ドラドラ5、ドラドラ乗りました、お、熾烈、いやー藤崎から打ち取りましたダンプ、これで滝沢頭一つの、そうですね、熾烈な、ええ、なんていうんですか、2着というかトップというか、はい、熾烈な争いが楽しいオーダースになりそうですよ、本当ですね、うん、そして斉藤勝久、今のは上がりたかった、うーんという表情を見せておりますが、さあオーラスの親番、果たして逆転の一打あるんでしょうか、期待感ありますよね本当ですよね、のしのしと、迫力がすごい、これが9万、ドラは9万、あでもダンプが一応5000点差まで来たんですね、トップで、トップに
今のあまり大きかったなりを出てましたしね。そうですね、はい、マンガンぐらいの価値はあったんですね、やっぱり。ならその寄せを買っていきたいところですけどね、ダンプもね、あでも滝沢の手がいいな。そうですね、滝沢これすんなりと上がればそのままトップでゴールということになります。そうはさせじと斉藤和久親番にかけます。藤崎もちょっとね、飛び道具はあるんですけど、2着まで届くかどうかっていうね、うん、最低でも2着じゃないですか。何点必要ですかね。5900か、593、2着までですか。はい、はい、だったらまあ形もあれです、本日いっちゃうでしょうけど ね、 そうですね。でもここから手役作っていきたいところですけど、まあ単葉に持っていくでしょうね、うん、はい。あ、ソーズだ、ソーズでいきますか。マンズよりは多分いいでしょう。お6チッパ、ハクがアンコになりました。藤崎アンコになったのか。リズムハクもありますね、そうなると、ええ、リズムハクで、うん、1326から裏ドラ1枚でトップという、あトップにはなんないのか。トップまでは900点足らない、マンツマでも。なんかポン、うん、ポンですね。ここはポンすると藤崎がポン、こいつ想像の偶数大歓迎。上茶は滝沢ですか。これリーチですか。ドラですよね。あ、そうですね、リーチですね。老球層、老球層、球層が丸ごとでもないか。球層でもイパニゼロで藤崎の1枚ですからね、はい、3枚はありますよ、これ引き上がりトップですかね。そうですね、うん、十分いつもドラ1で、まあ、その可能性もあります。まあ出ても上がるでしょうけどね、うん、とりあえずもちろんそうですね、うん、斉藤持ってきたな9走。さて、まあ、滝沢の立場で漫画打つとどうなんですか。漫画打っても2着のまんまなら行きますね多分滝沢は、うん、手格好がねもういいシャンテンですか、うん、ピンフの。さあテンパった。じゃあもうイソ、はい、リーチはしないけどウッピンは押すでしょうね。イスはフリテンなんですかね、イスも。あら本当だ。ああ、だからだ、4巡目に2番切っています。難しいですね。しかしここはイスマンテンパイ取る。流局間際まではあの構えていくんでしょうね多分ね。まだ引けませんダンプ。そうか、振り点だとちょっとね、突っ張り気配、突っ張る気力もちょっとなえますね。ああ、ペンチーピン見切ります斉藤。あら、しかし6球層が、ま、3枚あるんですね。 あと2枚になっちゃった。だんだん当たり枚数が減ってきました。いいシャンテン。あ、そう打ちづらいね、これは。ちょっとここで引くのかな。とはいえマンズの下はちょっと切れますかこれ。そうですね、いいそうですか。
まあ、椅子を切っとくと粘れますよね、その後の。うまくなければ。斉藤がイシャンテンで論敗を1枚殺す格好になってますね。本当ですね。あと1枚。いつの間にかあと1枚になってしまいました。ん？怪しい。あと1枚が怪しくなってきましたよ。急走出ちゃうかもしれない。あの、ツモによってはね、どうするんですかね、ここで。これ危ないですね。すると地図引いた時に出ちゃうんで。なるほど。まあウソが通りましたね。ああこれで出ちゃった。うーん、3万もいい町に見えますからね。なるほど、うん、止まらないでしょ。考えてます。でも脳天にするわけにいかないですからね。そうですよね、ラソーヤの斉藤。でもね、ほんと野生の勘みたいなのあるんですよ、この人には。宝珠回避か、パワーかな。普通考えて脳天で終われないですから。まあビュンと何もかん、何もっていうかノータイムで急速打っちゃうんですけど、ほとんどの場合が、何かあるんでしょうね。まあ大概結構通ってますからね。リャンマンスーマンとかするんですか。よいしょ。うん、まあ考えても普通は急走に行き着きますけどね。結局パワーを取ってないんでね。パワー切ったらこれはすごいけど。スーソーを入れて、うん、やっぱりね。これがダンプに当たります。6球走裏乗ればトップ。さあどうだ、裏乗ったダンプ逆転のトップ。オーラス見事に上がりました。これが予選の第1戦テレビマッチ初登場、ダンプ見事最後まくってトップ、34,200点です。その後2番手が滝沢、さらに3番手藤崎、そしてラスメが斉藤勝久という結果に終わりました。さあ本当にね、いろいろと面白い場面あったんですが、はい、どんなことを聞きましょうか、梶本プロ。そうですね、斉藤さん、はい、相変わらずお見事でした。いろいろと、いや、スワンコのつもりスワンコの時に、はい、藤崎さんのリーチに一発目に、まあ、余りパイの9ピンじゃなくて裾をしたじゃないですか、はい、あの辺は何か、感覚的なものなんですか。そうですね、まあ、6球裾っていうのはキーハイになると思ってたんで、はいはいはい、はい、だまあそこ以外だったら別に。そうですね、だから下の C5 とか 3C5 は通るつもりで、まあ、手が進むんだなっていう形で手配進行したんですけど。あ、じゃあ今後の局の最後の方にもやっぱそういう気持ち悪さはあったんですね、その6球走っていうものに対して。あ、今ですか。はい、今の局も考えてたじゃないですか。あ、でもな、ウッパー走か6球走なんだろうなって思いながら、ただテンパイ入ったんで、あとだ想像の枚数とかちょっといろいろ考えてたんですよ。これスーワンリャンワンは通ると思ってたんですけど。ああ、なるほど、テンパイ復活する可能性があるかどうかってことですよね、はい、なるほどね。いやいや、だサブロッソ待ちっていうのにちょっとかけてみたんですけど。あ、なるほど、はい、サブロッソだったらいいなと。まあそうですけどね、ちょっと中途半端にテンパイ入っちゃって、あのスーワンコーテンパイ上がれるんじゃないかみたいな手応えはどうでした。ああ、もうかなりありましたけど、3ピンがしくった時点で、うんうん、あれもしかして負けちゃうのかなっていう。あ、ね、そんな感じだったわけですね。まあ嫌な感じだったわけですね、はい、あのダンプさん、はい、あのトップおめでとうございます。ありがとうございます。あの序盤どこの曲ってわけじゃないんですけど、はい、序盤ちょっと意外と緊張という意味での硬さがあったんじゃないかなと思ってたんですけど、どうでした、自分で。どうですかね、まああまり自分になんかはい寄ってきてなかったんで、まあ、できるだけあまりあのブクブクにしないで、あ、いやいや、ちょっと受け気味でいこうっていう。そうですね、割と手狭に受けてて本来の姿なのかなっていう、これはもしかして硬さなのかなと思ってたんですけど、そうではなかったんですね。どちらかって言えば普段こんな感じなんですかね。あ、
あまりベタ足で攻める局面はそんなに多くないという、そうですね、感じだったんですかね。滝沢さん、はい、斉藤さんがイスソで交わした曲あったじゃないですか、あの曲、はい、リュウハと、はいはいはい、ドラのシャンポンで、あれ僕じゃないですよ、久人さんが弱気じゃねえのと、あリーチするんリーチすりゃいいんじゃねえのって、はい、そうですね、まあね、久人はそうでしょうねなんだよ対抗心抜き出してですね捨て牌が、捨て牌がちょっと偏りすぎたんですよね。でファンパイとドラのシャンポンなんで、まあリューファのポロっていうのとお期待するってことですね。あとは多分斉藤さんと部が悪いだろうなと、街的に、うん、確かに合ってましたよね。リューファはもしかしたらこぼれる可能性がありましたからね、うん、藤崎プロと大橋プロが1枚ずつ持ってて、そうで、また斉藤さんにはそのリューファって打ちやすい捨て牌なんですよね、うん、なんか安そうな感じがしたんで、うん、だからそれをこそっと狙おうかなと思ってたんですよ、うん、あの滝沢プロね、はい、その斉藤プロとかと打つ機会ってそんなに多くないと思うんですが、タコを囲んでてなんか独特の迫力みたいなものは感じましたか？いや僕初めてですね、初めてこういう番組出させてもらった時に、うん、斉藤さんと一緒だったんですよ。そうだったんですか、はい、まあ、ね、怖いですよねさっきそのあそれやっぱスワンコだったんですね、藤崎さんとの二間リーチの時に鼻息荒く、ね、すごかったですね、みんな多分超びっくりして、鼻息荒くドラタキのチートイズの時も鼻荒かったんだけど、あ、まあ、それもそうです、まあでもね、いや斉藤プロやっぱり気配が 出るから逆に面白いっていうところはありますね、うん、はい、藤崎さんはね、序盤リードしてる感じだったんですけど、はい、途中からあれですかね、二間リーチの時に負けちゃったのが、まあ、何が悪いってわけじゃないんでね、そうですね、なんかまあ問い目にちょっとダンプが座ってたんで押されましたね、かなりプッシュがきつかったです、ね、張り手ですか、はい、ちょっと離れてるんで大丈夫かなと思ったんですけど、ダメでしたね、そうですかペンチソーでね、序盤にさらっとかわしたとこあたりもね、あらしいなっていう感じで、あのローソー先に切ったじゃないですか、はい、ローソーあの辺が受け気味というか、まあ、そんなに前に出る形でもないですからね。そうです ね、まあまあちゃんたに仕上がれば前に行こうかなと思ってたんですけど、なるほどなるほど、まあまあ仕上がる雰囲気ではなかったんであんまり出る気はなかったんですけどもね、まあ、曲がり間違ってちゃんたになればっていう、ね、なるほどなるほど、あ、そっかそっか、わかりました、そんなとこですか、はい、はい、プレイヤーの皆さんどうもお疲れ様でした。放送席の解説は梶本プロと佐々木久人プロお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん次回もどうぞお楽しみに。